アニメとか見たりはしますか？アニメ見ます。アニメは今2024年でどんなアニメですか？外国人におすすめしたいアニメって何かありますか？あんまり人気ないアニメで自分がめちゃくちゃ好きで、エロいアニメだったら見てますHoy toca uno de mis temas favoritos, que es el de la industria del anime, una de las más grandes en el entretenimiento a día de hoy. Y vamos a ver qué animes están viendo los habitantes del país que parió el anime, a los japoneses. Mi nombre es Kai, me dedico a hacer este tipo de vídeos aquí en Japón y recientemente un poquito más. Así que si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete. Y ahora sí, dentro vídeo.アニメ見ます。今2024年で見てるアニメってどんなアニメですか？僕のヒーローアカデミア。ああ、この素晴らしい世界に祝福をっていうアニメ。ああ、どんな話ですか？ギャグアニメ？コメディ？うん、なんか異世界転生系で面白い系です。アニメとか見たりはしますか？よく見ます。見る。よく見ます。 OK。 2024年で見てるアニメはどんなアニメですか？鋼の錬金術師とジョジョの奇妙な冒険。ワンピース。これ海外の方が見てるから、なんか外国人におすすめしたいアニメって何かありますか？ハンターハンター。あー、いいね。アンナチュラル。なんか解剖学、人があれで毎回毎回事件っていうか、その解剖の例があって、恋愛要素もあるけど、でもなんかちょっと悲しい。シュシュクリベテポルパッドボール誰誰誰誰誰誰誰アニメとか見たりはしますか？結構見ますね。ちなみに今どんなアニメですか？コードギアスっていうアニメを一回見たんですけど、もう一回見てます。例えば進撃の巨人とかデスノートが好きな人だったら絶対好きだと思う。と、海外のオタクにおすすめしたいアニメって何かありますか？あんま聞かないのだとドロロっていうアニメがあって、あんまり人気ないアニメで自分がめちゃくちゃ好きなアニメは何かありますか？金色のガッシュベル。どんな話ですか？それは聞いたことないです。そのある日、悪魔の世界から悪魔がやってくるの。何人も何人もで、子供なの全員で、次の悪魔の世界の王様を決める戦いを日本でやるんだけど、その悪魔一人一人がバディの人間を決める。それは日本人だったりとかいろんな国の人がいて、で一人一人違う能力があって自分の強みを生かして戦っていくっていう話なんだけど、結構感動する話が多いかな。結構ガッシュ見て泣けると思うね。私は今鬼滅の刃見てるというか、アニメをそこまで見ないんですけど、コンサトシの作品をこう好きで何回も見返している感じです。コンサトシって聞いたことあるんですけど、例えばどういう仕事をやって？作品だと、パプリカとか、妄想代理人とか、パーフェクトブルー千年女優とか、いろいろ。はい。見てるアニメはどんなアニメですか？私はフリーレンの物語なんですけど、人との出会いと別れみたいなのを。東京リベンジャーズとか。なるほど。はい。海外のお宅におすすめしたいアニメって何かありますか？ある。バイオレット・エヴァーガーデンはいいと思います。絵がすごい綺麗で、音楽もすごい綺麗で、おすすめです。人気ないアニメで自分が一番マジでこれは面白かった、日常っていうアニメがすごい。京都アニメーションが作ってる、本当に日常のコメディ的なアニメなんですけど、なんかそれは結構なんかクスッと笑えるし、私は大好き。マッシュルっていうアニメが結構流行ってると思います。早々のフリーレンっていうアニメ。自分が海外におすすめしたいアニメって何かありますか？バナナフィッシュっていうアニメ、やばい薬を追うアニメなんですけど、もうそれが最後めちゃくちゃ泣くんで感動するんで、本当に見てほしいです。はい。じゃあ次はアニメちょっと詳しいので、自分は好みのアニメって何かありますか？オットタクシーっていうアニメで、みんな登場人物が人間の姿した動物みたいな感じなんですけど、なんか主人公が声打ちのタクシードライバーで、なんかその周りでいろいろ事件が起こってって、こうどんどんつながっていくみたいな。面白いですね。考えさせられる。ダンジョン飯っていうアニメなんですけど、ダンジョンに入ってその魔物を食べるみたいな。はい、彼女に勧められてバイオレットエヴァガーデン見ました。今やってる第七王子がなんとかなんとかみたいな。人気ないアニメで自分が好きなアニメは何かありますか？教会の彼方、まあなんか女の子と男の子の話で、血を操る女の子と、まあなんか闇を抱えたなんか男の子の、なんかクレヨンしんちゃん俺の一番好きなアニメあんま分かんないです。クレヨンしんちゃんは完璧です。はい、完璧。10点。まあ、ワンピースとかずっと見てますよ。ワンピースとかボッチザロックってやつ見てます。ススキルベテボルハボー。
誰誰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 誰と、私はこの前推しの子見ました。推しの子、イエーイ、無敵でメディア普通なんですけど、ゴールデンカムイ、いや北海道の歴史的な話なんだけど、そうそう、アイヌアイヌ、それにもまあたまにエロいシーンとかも出るんですけど、なんかアイヌのなんか植物を食べたらみんなが急になんかホーニー、なんか That's only one episode. That's only one episode. あの人気ないアニメで自分が好きなアニメって何かありますか？12歳っていう漫画を読んでました。どんな話ですか？なんか小学生You know, you know? Wait, was there an anime? Yeah, there was an anime. I watched it, yeah. No, it's like 小学校6年生の子が恋愛して、そういうお話です。よく小学生6年生だったらそうなるのかなって思ってました。あで、なった全然なってないです。スースクリーミーでボルバボー、あれさ、あれイエーイ自分はアニメ見たりはしますか？あんま見ないですね、僕は。自分も全然アニメは見ないんですけど、日本だと海外はやっぱりあのみんなアニメ見てるイメージが強いんですけど、それについてあのなんか どう思いますか？もともとあんまテレビを見る習慣がなかったっていうか、なんかずっと YouTube でなんか YouTuber の動画を見るみたい な生きてきたって言ったら変だけど、なんかそういう感じに育ったんで。おすすめしたいアニメって何かありますか、海外に？ちっちゃい頃とかでも見たのでもいいですよ。あそれで言うとガンツと寄生獣はアニメじゃないけど映画の方で見て、自分お兄ちゃんは結構アニメ好きで、そう、小学生ぐらいの時に銀魂、それはすごい面白くておすすめです。僕のヒーローアカデミア7期を見てますね。呪術廻戦とワンピース。海外のお宅におすすめしたいアニメ、からかい上手の高木さんっていう恋愛、ちょっと中学生の恋愛系のアニメなんですけど、ジャイアントキリングっていう、まあ、サッカーの漫画なんですけど、弱いチームが強いチームを倒すっていう漫画なんですけど、まあ、そのために何をするべきかっていうのが、まあ、書かれてる漫画なんですけど、ワールドカップでなんで日本が勝てたかっていう哲学がその漫画に全部書かれてるんで全部書かれてるんで、なるほど、読んでいただきたいです、ぜひ。なるほど、はい。自分結構あの恋愛アニメ好きで、その奇世界人形は恋をするみたいなっていうアニメと、死神坊ちゃんとクロメイドかな、ちょ結構キュンときますね。すごい、聞いたことない。私高校生の時にホリミヤっていう何アニメ見てて、自分はあまり見てないですけど、自分の妻が結構アニメ好きなんで、怪獣八号とか見てるし、チェーンソーマンとか、あのエロいアニメだったら見てますどんなアニメ？いやちょっと言えないですしかも名前は分かんないですよ、見てるだけで、名前は分かんないです。あの海外のお宅におすすめするアニメはどんなアニメですか？どれもなんでドラえもん？なんで？いやだってドラえもんってすごいじゃんポケットから何でも出せるじゃん。僕はワンピースですかね。ワンピース、はい。自分の友達の周りで何パーセントぐらいはワンピース見てる？多分アニメ好きな人は多分8割以上は見てると思います。私クレヨンしんちゃん見てますね。ああいいね。あクレヨンしんちゃん僕結構好きなんですけど、一番好きなキャラクターは？キャラクターブリブリサイモンが好きCartoon Networks. Cartoon Networks. Cartoon Networks. Yeah, that's the best anime I've ever really? seen. Really? Yeah, yeah, yeah. You know this purple dog? I forgot the title, oh, but yeah, yeah, yeah. The 自分たちの人生の中で、あんまり人気ないアニメで。Yeah, Sherlock. You like Sherlock? Yeah, that's actually a very famous anime, but it's very, very good anime. Awashi.サッカー、サッカー。なるほど。なんか超次元サッカーみたいなものではなくて、現代サッカーを全部言語化したみたいなものがめちゃめちゃ頭を使って面白い。やっぱエヴァンゲリオン。なるほど。海外に、まあ、外国人に何かおすすめしたいアニメって何かありますか？あの赤城っていうあの麻雀のあのちょっと古い日本の、まあ、ギャンブルのアニメなんですけど、面白いのでよかったらぜひぜひ。悠々白書、ハンターハンターの作者の人がもう一個前に書いてた漫画、それはめちゃめちゃ好きでしたね。あのおすすめしたいアニメは何かありますか？コードギアスなんていうの、ナルシストの人とかめっちゃ見た方がいいと思います自分はアニメは見たりはしますか？それたくさん見ます。結構見ます。あの見てるアニメはどんなアニメですか？早々のフリーレン、
1から10点はどんな感じ？あ、10点。10点あーいいね。闇金牛島くんっていう漫画です。まあ、闇金の話なんですけど、まあ、普段自分が知らない裏の世界を知れたり、まあ、お金の大切さを学べるのでぜひ読んでください。おすすめしたいアニメって何かありますか？なんか妖術って言って、ようこそ実力主義の教室へみたいな。これ最後になんかスペイン語でなんか言いたいことは何かありますか？うん、これスペイン人と南米の方に。エロアニメ？エロメホ。Lo mejor, ahí está, ahí está. Recientemente he empezado a ver un anime que se llama Kaiju número 8 o Kaiju Hachigo y me parece que es un anime bastante original, divertido y muy interesante, así que os lo recomiendo a todos. El protagonista Kafka me parece que está muy bien desarrollado, lo recomiendo. Y espero que te haya gustado el video, dale un like, coméntame a ver qué opinas, cómo se puede mejorar, qué os gusta más, qué temas os curiosea, todo, porque os leo siempre. Y como siempre, watashi no namae wa Kai desu. Mata tsugi no video de aimashou. Sayonara.